皆さんこんにちはマンション管理の世界で生きるというお題で2019年度向け管理業務主任者マンション管理士講座説明会始めていきます担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いしますはいではもし、えー、まああのー 各、ね、学校の受付で資料ですね、レジュメがありましたらね、えー、受け取っていただいて聞いてくださればと思います。まあ、こちら用意しております。先ほどのお題通りなんですが、マンション管理の世界で生きるというね、えー、っと、ページ数でいうと、うん、8ページ、7ページ、8ページですかね、なっているレジュメですがね、まあ、これご参考までにもし打ち出せないっていう方はですね、あの、まあ、こういう形でプレゼンターで写していきますので、まあ、そちらでご覧になっていただければと思います。はい 今回の内容なんですが、まあえー、とこの管理業務主任者マンション管理者の,、ね、その仕事副題にもありますようにそして収入それから将来性ですねそれとちょっと時期柄ですね実を言うと先週管理業務主任者の試験があって。 この収録収録している段階から先週ですねからそのさらに1週前マンション管理士の試験があったのでその試験のことそれからまあ最後になりますがその試験を合格するためのね講座いくつか用意しておりますのでその紹介なんかも踏まえてねさせていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますはいそれではお題にありますように官業満館の主な仕事はというところから始めていきたいと思うんです けれども、まあ、ズバリ管理業務主任者ちょっとネーミングとしてねマンションというのがついてないんですが、まあ、格好が来てマンションの管理業務主任者というふうに考えておいてください。 それからマンション管理、まあ、いずれにしてもですね、マンンションの管理の、まあ、担い手、まあ、助っ人という形でですね、まあ、マンションの管理の上ではどうしても欠かせない資格というのが2つですねどちらも国家資格であります試験合格しなければ、まあ、これになれないというところなんですけれども、まあ、ざっくりこのマンションの管理の担い手助っ人といって、まあ、どういう形で担い手助っ人になるかというところがあるのでね 少しそのマンションの管理どういう状況になっているのかというところからお話しさせていただきますとマンション、まあ、想定しているマンションその通りでいいんですが特殊な形態しておりますね。一つのの建物の中に多数人が、まあ、住んでいて といううころなのででどうしてもですね自分の部屋だけじゃなくてですね、まあ、みんなで使っていく、まあ、入り口などのエントランスそれから雨風をしのぐような、えーまあ、屋上であったりそれからみんなで使う、ね、設備なんかありますね。マンションになりますと回重ねるようなところがありますので、まあ、給水の設備であったり、まあ、そういったところを管理していかなきゃいけないということなのでさまざ、あ、まな、あ、言葉は悪いんですがトラブルが生じているというところなんですね。どうしても人間 1>, 1人で管理するんだったらルールはいらないんですが多数人で管理していくこととなるので、まあ、ルールが必要となるそれから足並みが揃わない。 それともっと言うとですねみんなで管理していくとなるとどうしても無関心になりがちなんですね、えー、それから無関心ということはその知識もないというところで様々なトラブルが発生するまあそれともう一つはですねよく考えるとですねマンション、えー、まあ、例えばそうですね駅前にまあ最近はタワーマンション多いんですけれども 駅からゼロ分とか一分とかね、それこそ、えっ、ー、と、雨風しのいで、駅まで行けるっていうところにですね。しかも、えー、通常考えられないようなね。えー、地上百、百メートル、二百メートル、それこそ三十回、四十回という上からの眺望もある。 が、まあ、が好きな人な人人嫌いいいいははるんですが、まあ、景色はいいですす景色ね更に更に言うと普段考えられないような、ね、体制すなわちまあ、いろんな形でコンシェルジェの人がいたりそれから24時間体制の警備があったりそれからお客さんなどが来ると、ね、ホテルのロビーのようなところで対応ができたりそれからまあ親御さんとかが来た時ならゲストハウスを用意したりっていうので通常そうですねもし 駅前でそれぐらいの設備のある戸建てを考えると、値段的にはそれこそ10分の1ぐらいのね。値段で手に入るんですね。非常にいいっていうことは逆に言うと、それなりに我慢しなきゃいけないっていうところも絶対出てくるんですね。それが先ほど言ったね、えー、多数の人で管理する。 でもう少し言うと、まあ、多数の人がいるということなんですけれども管理していくで、まあ、自分だけの、まあ、エゴを通せないというところもありますしそれから、えー、具体的なところで言うと自分の隣自分の部屋の隣がですね実を言うと壁一つ隔てた、まあ、ところで非常に近いところに住んでるっていうところなんですね、えー、下は壁、えー、まあ床一つっていうところでこれがまあ普通の戸建てとはね明らかに違う形、まあ、居住スタイルなのでさまざ、あ、まな トラブルをまあ発生してくるというところなんですね。まあ、そこで、そのまあトラブルをまあ回避するためにまあ必要となる点は簡単に言ってしまうと管理業務主任者であり、マンション管理士というところなんですね。えー、ま、担い手助っ人というよりもね。いかに。まあトラブルがあった時にね。まあ、どう対処していくかっていうのが、まあこの資格だと考えておいてください。 ただ性格、まあ、試験にもつながっていくところなんで、まあ、実を言うとこの、えー、マンション管理におけるさまざまなトラブルというのは、まあ、ちょっと出発点から話さなきゃいけないんですけれども、まあ、考えてみましょうマンションを管理するっていう時に、まあ、よく言葉で言うと自主管理という言葉を使ってやってるんですが。 あのマンションの住民さんそのものが管理するというよりもある管理会社に委託してで管理してるというのが多くなんですねそこでさまざまなトラブルが発生してるっていうのがこれ出発点ではあるんですがね少しこのレジュメの下右下の方なんですがずらしていってね、えー、見ておきましょうかね、まあ、通常はですね、えー、こちら管理組合、えー、これはマンションの住民だと。 考えてください本来だったら自分らの建物ですからこの管理組合で管理していくところ無関心でありますそれから無知でありますというところで多くは管管理理をするるいとしている管理業者に頼んでいくくことが多くなっておりますで、えー、何のためにまあ管理業者にするかっやっぱり専門家っていうことがあるんですけれどもまあ実を言うとこのマンションの管理の一番肝のところはやっぱりお金の管理なんです、ね 管理していく上ではどうしてもお金がかかってきます終電もそうだし点検もそうだしそういったところでね単純な管理管理の人たちを雇うのであればそれはそれでお金がかかってくるということで多くはこのお金の管理を管理業者がやることが多いんですね。 そうなってくると世の中ででトラブルで一番多いのはななんんんだかんだか言ってお金なんですねで一人一人が預ける額はそんなに大したことないんですがマンション全員管理組合全員で考えると、まあ、1人2 0 3 0いやいやいやもう最近だったらタワーマンションとかになりますと何百人何千人単位でまあ住民さんがいるとそうしてくると管理しているお金がまあ下手するとうん千万それから修繕積立金になったら何億となりますね。それをまあ 自分だけのお金だったらしっかりどうなってるかって常日頃から、まあえー、見ていくところなんですがみんんななのお金だと結構無関心なんですねで実際今現在マンションに住んでる方はどれぐらいの、えー、まあ管理費が集められて終電積み立て金がどれぐらいあってってズバリすぐ言える方ってそんなにいないと思うんですね。 でそうなってくるとまあこれもちろん管理業者はほとんどの管理業者がしっかりした管理業者で不正などは行いませんけれどもこの管理業者が預かってるお金についてねまあ、えー、言葉悪いんですけれども、えー、使途不明にしてしまったりまあ、してし使と不明というのもね、えー、使い込んでしまったりそれからこの管理組合のまあ組合長であるね理事長まあここと一緒になって余計な工事の発注であったり ということが、まあ、一部でいや結構行われてきたんですね。でそろそろ、まあ、そういう形の、まあ、管理が多くなってくるので、まあ、言葉で言うと規制を入れなきゃっていうことで、まあ、実を言うと2000年、まあえー、西暦で言うと2000年のその前までは管理マンションを管理する業者としては濃度を自由にできていったんですが規制するために 登録制度を設けたんですね、まあ、その時にどうしてもまあ管理組合の人にまあえ管理する時に情報提供をするねやはりえ専門家のえ人間がいるだろうということで創設されたのが管理業務主任者ですね、まあ、どちらかというとこの管理業務主任者というのは管理業者の中におけるね、えー、まあ業務を担う立場の人でしょうか。 で一方、まあ、多くのマンションは管理業者に、えーまあ、管理を頼むということなんですが直接的にアドバイスする、まあ、そういう資格も作ってやはりなんだかんだ 管理業者に管理を委託していたとしても、その管理の主体はマンション管理組合ですからね。まあ、その人たちがま直接に相談を受けたり、それから、えー、いろんなことをねえー、まあ、助言を受けたりするっていう。まあ、立ち位置であるのがマンション管理士ですね。えー、まあ、立ち位置的には違うんですが、まあ、いずれにしてもマンションの管理の担い手っていうことなのでね、ねえー、まあ、マンションの管理の資格としてマンション、まあえー、管理業務主任者まあ、略して完了ねえー。満貫とまあ。 な仕事ですでまあ具体的な仕事でいきますとこの管理業務主任者の方は管理業者を規制するためにまあ、ここで一つですね、まあ、必ずこの管理組合と管理委託契約を結ぶ時にはね情報提供どういう管理をしますか、まあ、その情報提供をする際に、えー、していかなきゃいけないのは管理業務主任者。 基本的に、まあ、言葉で言うと重要事項の説明であったり、まあ、書いてあるようにですねそれから管理委託契約を結んだ時の、ね、契約書名への記名押印とかそれから、えー、定期的に行う、えー、管理事務の報告などは、まあ、世の中で原則してこの管理業務主任者しかできないっていう立ち位置なんですね。でマンション一方マンション管理士の方はね直接的に、まあ、例えばです今回こういう管理業者と、まあえー、管理の委託をして どうも信用ならならい、えー、その辺でチェックをしていただけるでしょうかっていう形でね相談に乗ったりするのがマンション管理士ですね。えー、で、まあ その他にもいろいろあるものの、まあ、やっぱりどちらの資格もマンションの管理の担い手、まあ、専門家ということでね、えー、と今現代そうですね2000年に制度ができて2001年からね資格試験などもありますのでおおよそそうですね早いですね20年ぐらい経ちますかね、えー、その中でおおよそまあ立ち位置が決まってきているところですね。で次のページはまあやっぱり気になるところでしょうが収入それから将来性なども踏まえてありますが2ページですね。 で収入に関してはまあ資格イコールまあ収入の高っていうわけじゃなくてやはりえ資格というのはそのまあなりわいする時のまあ入り口であってね必ずしもみんながみんなっていうわけじゃないんですが管理業務主任者に関してはその管理業者において必ず一定人数が必要となりますからあのまあ値段まあ収入の値段というよりも 必ず管理業者としてはまあそういうものを雇っていかなきゃいけないのでまあ転職する際とかまあ普通に就職する際とかそれからまあ最近多いのがまあ定年後のね再就職のも踏まえてまあ有利になるのは確かですからまあこれは各会社によって差があるもののねまあ資格手当とかまあそういうまあ具体的なものでも差をつくのでやはりなんだかんだといっても収入は安定してきているところですね。 えー、マンション管理士はやっぱりアドバイザーなので、まあ、立ち位置としてはですね直接聞いてまあコンサルのようなことをやるんですがもちろん管理最近はですね管理業者において別にマンション管理士を、ね、置かない必要性はない。まあ 置かなないいいというわけではないのでは、ね、の、えー、どん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 管理業者において、まあ、どちらかというとマンション管理士も増えておりますまあ、それなりの、ねえー、まあ独立開業という目線もあるし管理業者におけるまあステータスというところも、ね、出てきておりますので、まあ、もちろん収入も安定しているというところで個人差はあるもののもちろん収入に対して、ね、不利になることは絶対ありませんからね、えー、まあその辺で、ねえー、まあ収入ももちろん安定しておるというところです。はい 将来性という話ですね、えー、官業満館の将来性としてあるんですがこの、まあ、資格の、えー、始まりはですね、まあ、お金の面でのね、えー、やっぱり不正が起こった時に、まあ、それに対処するようということが、まあ、大きな出発点なんですがやはりマンション、あのーまあえー、いわゆる俗に言うマンションというのはね、えー、巨大なマンションができ始めてかなり年数が経ちますのでいろんな当初想定していないようなやっぱりこの将来性という言葉 とつなげるのはどうかなと思うんですがまあ さまざまなトラブルが新しいトラブルが発生しているっていうのは現状としてあります。まあ一つ二つ例に挙げますとですねうん、やはり使い方がまあ多様化しているというところでしょうかね。居住用のマンション一つ取ると、昔はそれこそそこに住むために買うということがほとんどだったんですけれども、世の中が豊かになってくると投資用としてね、自分が住むんじゃないんですけれども、まあ賃貸などしてね、まあいわゆるえと収入を上げるためにマンションを所有している人も。 増えてます、まあその、えー、と極論というのが、ね、例えばそこをね民泊ね、えー、として利用するというようなさまざまな利用方法が増えてきてそれから、えー、まあいろんな外国の方なんかも所有している形態も増えてきておりますのでまあそうなってくるとやはり使い方が多様それから所有する人たちが多様になってくるとそれなりにやっぱり問題点で出てくるんですね。それれから、まあ、ここは一部社会問題にもななっておるところなんですが 老朽化化、まあ、高齢化ですねこれはマンションそのものの高齢化とともに住んでる中に住んでる人の高齢化も踏まえてねで先ほどちらっと言ったと思うんですが。 あの特にマンションの寿命は何年って決まってるわけじゃないんですけれども、まあ、昭和の時代の高度成長の頃に、まあ、出来上がったようなマンションね、えー、そろそろ50年60年と迎える中でなんだかんだ設備や、えー、かまあ寿命というかね、まあ、そろそろ建て替えの時期に来てるっていうのも多くあるんですね。それから中にに住んでいる人人たたたたちちががが、まあ、当初の,その分譲ができてきた頃に購入した人たちが、まあ 亡くなって二代目の方で、それから高齢のままっていうとどうしてもえー、っとさまざまな原因が、そしてあのー。 ある最初に買った人がですね、まあ、亡くなった後その相続した人がそこに住むとも限らないので、まあ、これ極端な言い方するとあるマンションがあって6割7割の、ね、部屋がね空き家状態になってる、まあ、これはマンションだけには限らないんですが戸、ね、建てであってもこの空き家の問題っていうのはかなり増えてきておりますので、まあ、そういったちょっと当初想定したいようなトラブルも出てきているので、まあ、嫌な話なんですがトラブルあるところにはやはり管理の専門家というのがどうしても 必要となってきますその意味ではやっぱり将来性まあ、将来性というかね、えー、仕事はどん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 増えているっていうところはあるでしょうねまあその意味では、えー、っとまあ今後もねこの資格はまあ衰えるところはないので、えー、やはり思った時にっていうところなんでしょうかで この資格なんんですが、えー、簡単にはいきませんどちらの資格も前提として資格試験っていうところに、えー、まあこれを受かっていかなきゃいけないっていうことなんで、まあ、この、まあこの後はですねその資格試験どういう内容の試験かということとそしてまあその試験に向けてどういう形でやれば。 まあ早く受かるかっていうところね話進めていきますがこれもまあレジュメ進めてくださいですね3ページやマンション管理士などに対するねまあアンケートのまあ記録がここは飛ばしていただいて4ページですねえお題が4「完業満喚の資格試験はどんな試験か」というところでありますがこれえっと表になっておりますが左が管理業務主任者で右がマンション管理士なんですがまあどちらも立ち位置は違えども マンンショのの管理の資格なんんででで非常に似てるんですねで実を言うと今、えー、この収録をとっている段階がですね12月の半ば、えー、ちょっと前なので、えー、1週間前にねで例年12月の、えー、と第1の日曜日ですねで今年確か12月2日だったのかな、えー、そしてその1週前11月の最終の日曜日がマンション管理士の試験です。 で試験形態はどちらも一緒、四試択一でこれ二時間で解きますね、五十問二時間で回答していくところですね。で合格基準まあ四択ですから単純に基準が四五十問のうちですね何点取ったかっていうところなんですがそれも結構似ているところがあって。 管理業務主任者の方が、えー、と今年の試験はねまだ発表になっておりませんがそれまでが大体35点近辺でしょうかね343635過去10年のね、えー、この合格者や合格率などが載っております一方マンション管理士も見ていくとおおよそ同じでしょうかね3437ですねでちなみに今年 ですね、2018年なんですがさすがにまだ発表しておりませんが先週それから先々週とね試験あったところの私なりの、まあえー、感覚なんですが管理業務主任者の方はここ数年に比べるとやや難しかったので点数は下がるんでしょうかね。そこまで,でささてください 一方マンション管理士その1週間前にあったんですが、えー、ここにね三35点36点とあるんですがもうこれよりもちょっと下手すると1点2点上がるのかな、まあ、2点まではいかないでしょうけどね同じか上がるのかなっていうのが傾向としてありました。でえー、っと まあ管理業務主任者もマンション管理者もまあマンションの比較なのでまあ同じような形でしてください。どこが違うかってやっぱり一番大きいところは合格率でしょうかね。管理業務主任者がおおよそえーと20%そこそこ。 1> 1 2ですね、一方マンション管理士の方は 7%8%9% として、まあ、おおよそ8前後でしょうねやはり、あのー、国家資格でありますので人数の調整もありますのでおおよそ合格率から見ているところでしょうかね。えー、管理業務主任者、えーまあ、おおよそ10桁人の20%ぐらいを受かってもらおうという形で想定しております。マンンション管理士の方は、えーまあ 8前後でしょうねで9%とかなってるのはやっぱり、えー、っと4択で50問ですから1点のところにかなり集中しますのでまあ多少の誤差は出てくるもののおおよそそこで。 試験想定、まあ、こう考えるとかなり厳しいですねマンション管理士なんかは10人に1人切っておりますのでねそれこそ会場の中にちらほらぐらいですねで管理業務主任者もまあ5人に1人ですからね結構なものだとは思います、えー、まあそこがやはり簡単にはいきませんというのは当たり前の話なんですねマンションのトラブルにおいては様々なことが想定されますので、まあ、単純にこういう資格を取られてしまうとですねそんなものをえっと管理を担うってな,なれませんのでね まあ、それ相当のまあ勉強した上で知識をえま得た上でのまものだとは考えておいてください。ですね。はい。試験中身どういうものが出題されるかまあ、確かに50問の4択でね、えー、というところなんですけれども、そこの点がズバリ隣の5ページですかね内容としてあります。 なんだかんだだか言ってもですね何のための資格かっていうと、まあ、担い手管理の担い手というよりもトラブルがあった時にどう解決していこうかというその目線が多いので、まあ、アンケート取るとマンションでのトラブルでやっぱり多いのが。 5ペーージでですすねね、えー、居住者間のの行為マナーをめぐ,めぐるものです、ね、やっぱり多数人の人が同じ建物の中にいますのでやっぱりルールですねそれから法律こういったところをやっぱり勉強していかなきゃいけないというところですねから2つ目のものとしてですね建物の不具合にかかるもの建物ねそのものなんでやはり建物あるいは設備に関する知識、まあ、こういったものが必要となってきますということ。 そして管理していく上で一番トラブルが多いのはやはり費用負担、まあ、お金のことなんでね会計の知識なんかそうなってくると必然的にこの試験2つの資格ともこういう形の出題となりますということですね A のところで居住者間の濃いマナーを巡るものといって結局ここの法律ですね、えー、目線でやっぱり出題があります。それから建物の不具合に考えますとその建築や設備のね知識がどうしても必要となってきます。で 最後に費用負担っていうことなのでちょっと見えにくくなりますが結論とするとね会計知識いわゆる帳簿付けなんかのね仕分けの識知識なんかが取材されるっていうことなんですねこれ考えると結構厄介なんですよなぜかというと世の中法律だけの資格試験っていうのは多数ありますそれから建築知識などの資格試験まあ建築資産とかねまあそういうものもありますそれからえっと会計だけのいわゆるま会計士さんだったり税理士さんだったりねその資格もあり いますががこれ3つともやらなななきゃいけないいけっていうのが結構大変なんですねまああの、まあ、言葉で言うと専門的に突っ込んでいつというところまでは必要はありませんがある程度の知識ねチェック機能を果たせるような知識ぐらいはまあ必要ですのでねでこの多くのねあのまあ、50問とは言いつつね 法律そそししてて建築設備そして会計この3つをこなさなきゃいけないっていうのが、まあ、この一つの特徴であり難しいところでであるんですね次のページはですね6ページなんですが、えー、具体的に50問のうちまあこれ確実に何問っていうことが決まってるわけではありませんがね、えー、管理業務主任者マンション管理者と,ともですね、まあ、法令系具体的なはまあ法令とは言いつつどういうものが出ているか。 というところですねなかなかこの場面で言ってもね、えー、なんかああということになるので、まあ、具体的にね、まあ、よし取ってやれと思ったら、まあ、どういう法律かっていうのをね、まあ、あのスタッフなりにね聞いていただければと思うんですが、えー、これマンション管理士、えーえー、管理務主任者ともね法令としておおよそ50問のうち6割程度出てくるところですね。 それから、えー、管理実務会計としてあります。まあ、会計だけにとどまらずねそれ滞納をしている人がいたらどういう対処をしていかなきゃいけないかっていうところも踏まえてその会計や実務に関して管理側務主任者が多少多めでしょうかね、えー、マンション管理士も、まあえー、4問、うん、というところなんで、まあ、この会計そして、えー、建築設備として、まあ、どちらもまあ10問から10問ぐらいでしょうかと。 なるんですね、で一つはやはり、まあ、立ち位置は違うんですけれども管理業務主任者マンション管理士ねおおよそ同じような試験が出てきて同じような内容同じような勉強をしていきますということですね。でまあ形として見える違いとしては合格率が違ってまあ多少ね、えー、マンション管理士の方が難しいとは言われてる、まあ、合格率だけ見るということですね。はいで えー、その他のちょっと関連的なものというところでねあのこちらに宅建学習経験者は形式的に、まあ、結構似ててるので有利としてあります、まあ、この、えーっとねえー、映像を見ている方の中には卓、まあ、建の勉強の経験があったり、まあ、去年受かったそれから昨年受かったっていう、えーまあ、一緒か、えー、今年受かったっていうことも、えーまあ、方もいらっしゃると思うんですがあのマンションの代わりと、まあ、結局 建物、まあ、不動産となりますので不動産の資格ということでくくってしまえば結構関連性があるっていうところなんですね。えー、宅建学習者には有利ですということで、まあ、その法令系などを見てもですね、まあ、重複して出るところなので、まあ、これからまあ宅建の勉強が終わって、えー、マンション管理の勉強を始めるという時はかなりかぶっているところもありますのでね、まあ、ここは、えー、と勉強するので、ね、スムーズに入っていくっていうところもまあちょっと紹介ですね。 まあ、ところでやっぱり、えー、と初めて、まあ、管理業務就任者マンション管理してね結論で言うと法律,法律もしなきゃいけませんし会計もしなければいけませんしそれから建築や設備のね、えー、知識も入れていかなきゃいけないっていうので結構厄介の中で、えー、と何だかんだ言ってもやっぱり用語とかね言い回しとかそれから資格試験ですから。 性質としてやっぱりふるいにかけて落としていかなきゃいけないのであの用語やまあ言い回しや知識をね、えー、まあ備えたところでやっぱり落とすためにやっぱり引っ掛けとかね、まあ、それからまあ出題のね、まあ、傾向を何度を捉えていかなきゃいけないっていうことでやはり ちょっと最後になりますが、こういうね、えー、まあ資格試験というところで、えー、進めていく中で利用していただきたいのがそのページの真横になりますかね7ページのあります、まあ、レックではですねこういった形で管理業務主任者マンション管理士ね、えー、これをまあ 受かることをねサポートしていくような講座を用意しておりますというので最後いくつか聞いていただければと思いますねやっぱりこの資格試験はですねあの何が必要ですかってよく聞かれるんですけれどもまあ考える力ですかそれから、えー、と覚える力ですかって色々聞かれるんですがいや僕はよく言うんですけれども、えー、やっぱり一番大切なのは継続する力だと考えておいてくださいですねあのー さすがにいいですねどちらの資格も一月や二月の勉強ではですねなかなか届かないところなのである程度ね半年だったら半年一年だったら一年かけてね、勉強しなきゃいけないんですがこれだけ勉強あのこの資格の勉強だけで,できる環境にいる人ってそんな多くないと思うんですね、えー、と例えば学生さんであったり仕事をねしながらであったりすのでなかなか勉強を取れない時間が取れないっていう状況があるんですねそうなってくると一番この資格試験この官業満館ともですね、えー、まあどう しても最後に届かなかったっていうのは、まあ、途中でやめてしまった。 勉強ね、まあ、そういうのが一番多いのでまず受かることとなりますと勉強を継続して続けていくこと、まあ、そこをまあ中心に考えてねやっているのが、まあえー、官業満のねダブル合格コースですちなみに、まあ、近年の傾向を見ますと、まあ、どちらの資格もですね同じところからの取材というところなので、まあ、合わせてまあ勉強していこうというところもあるんですが、まあ、中にはまあ官業だけ取ろうという方なんかねそれに合わせた講座も置いております。 それと先ほどの「継続」という意味なんですけれども実を言うとこの官業満館ダブル合格コースどちらもですねまあ映像はついておりますが、まあ、通信の形なんですね。ウェブであったりね、ででああっったたりり DVD ね。 ここでそこ結構難点としてねなかなか自分一人の中でやっていくのでちょっとしたことで飛んだしてくる,ることが多いので、まあ、ちょっと場所が限定されるものの数年前からですね一部ですが通学も用意しておりますハイブリッドダブル合格コースということでですね、えー、毎週ではないんですがね、まあ、多い年で、ねまあ、月に123回程度ね、えー 学校に集まって、まあ一つの狙いとしては苦しんでるまあ勉強は結構長く続けるとなるときつく厳しいとこととなります。まあ自分だけじゃなくて周りにも多数の人がね勉強してるとというところそれから、えーまあ、具体的には私も担当するんですが。 やはり通信となると一方通行なので、えー、自分自身のねもちろん通信の中でもね質問などを対応するところはちゃんとありますがその場で、まあ、自分が持ってるねモヤモヤ感を解決するということでね通信だけではなくてね通学も合わせて。 やっていくようなね講座も用意しておりますのでねその辺うまくね使っていただいて、えー、まあどういう形でどういう経緯でこのね、えーまあ、映像を聞いてるかっていうのは様々とありますが、まあ、聞いてみてくださってるっていうことは 少なくとも、えー、来年の、えーまあ、試験に向けてね、えーまあ、聞いてる方見てる方にとってはまあ今年となりますがね、えー、次の試験に向けてね何らかの形で興味を持ってくださったので、まあ、そうなったらもうきっちりですね、えー、やっぱりこういう資格試験を思い立った時に、ね、取ろうということは、まあ、これは絶対ですので、まあ、それに合わせていろいろ考えになってくれ。 さまざまな面でね私福祉どもねサポートしていただきます、えー、させていただきますので、まあ、その点踏まえてねそして、まあ、具体的な行動やそれから、まあえーまあ、やっぱりいくらかのね、えー、金銭的なね、えーまあ、お願いもするところもありますので、まあ、その辺具体的なスケジュールとかそれから受講料などなどに関してはね、えーまあ、各学校の、ねえー、受付スタッフなどに聞いてそして、まあ、より 深いね、えー、まあ、説明を受けた上でね、まあ、どうするかっていうのを判断していただければとは思いますね。はい。まあ、今回、えー、っとまあ、資格の内容からね、試験の内容などなどをお話しさせていただきましたがね、ぜひぜひま時、あ、期の、えー、試験に向けてね、一緒にやっていただければと思って幸いだとは思っております。はい。それでは、えー、ガイダンスですけれども終了いたします。お疲れ様でした。